スカルとクエストとボーリックの RS チャンネル。はい、どうもスカルです。前回ですね、リアタイの動画上げさせてもらったんですけど、今回はガチャ動画ということで、新しいガチャが来てるのでそちらの方を引いていきたいと思います。はい、こちらのガチャですね、A ランク以上確定スカウトお一人様5回までですね。はい、1回25エナジーで回せる、A ランク以上確定スカウト単発ガチャになりますね。無課金の人とかは、あまり引きたくないガチャかなと思うんですが、今回ですねこちらのガチャターニングポイントのイベントボーナスがついてます。僕もねイベントの方をやってるんですが、タイムスリップの10連ガチャを10連しか引けてないので、ターニングポイントの、イベントボーナスがかなり少ないですね。ですのでこちらの方で、A ランク以上の確定スカウトを引いて、イベントボーナスの方を貯めたいと思います。貯めるじゃなくて上げていきたいと思います。一応 A ランク以上なので、このイベントが終わってから、特訓素材にしたりですね、選手によっては限界突破もできることもあると思うので、個人的には引いてもいいのかなと思うので、引きたいと思います。ただですねイベントやる上で、エナジーの方は必要になってくるので、今回は4連だけ引きます。ですので自チーム確定は、またギリギリで引くかもしれないです。一応自チームの方はね、ジャイアンツの方で引いて、亀井選手大城選手であったりその辺を引いてですね、称号の方をつけたい、ついてるんですけど称号を変えたいと思ってるんで称号チャレンジ用に引きたいなと思っております。とりあえず今回はですね4連 A ランク以上確定スカウト4回引きます。ではまず1回目いきます。これ S ランク出る確率ももちろんありますんで S ランクは一応 2.5% で出るのは変わらないので、引きが良ければ S ランク出たらいいなと思っております。とりあえず1回目いきます。一応演出見ますね。まあ、A ランク確定なんで何かしら起こると思うんですが、行っちゃえ、行ってまい、行ってまい。うん、行かねえ。まあまあまあ、そうそう行かないですよね、単発だったら。笑うかな。笑わない。小笠原選手。はい、次、2回目行きたいと思います。お、満月出てる。レインボーこの辺かな。まあ一応満月は A ランク以上確定ですかね。行ってまえ。うん、かない。やっぱ S はなかなか出ないっすよね。飛ぶかな。笑うかな。笑わない。大田大志選手。はい、では次が3回目ですね。お、また月出てますね。もう流れ星流れてもうてもええねんで。文字は金も出ないね。行ってまうかな。行ってまえ。かない。緑までは行くんですけどなかなかそれ以上やっぱ行かんすよね。緑まで行かんでええねんけどな、もう出えへんやったら。はい、能見選手タイムスリップの方欲しいな。はい、では4回目これで最後にします。おい、最後出てくれよ。いやー、オール A で終わりますなこれは。お、最後はもう演出何もなし。もう調子くん飛ばん飛ばんちゃうこれ。言うてたらほんまにそうなったやん。栗山選手。はい、ということで以上になります。これでボーナスは何倍になったのかな。 300% ですね。220% だったんで 80% 上がりました。ということで、イベントボーナス 300% まで上がったので、これからイベントの方を少し意思張って頑張りたいと思います。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。良ければ高評価チャンネル登録の方もお願いいたします。